いや、これなんかね、綾野剛さんの話、まあ綾野剛さんの話また後でしますけど、かなりあれ痛手じゃないですか。今まで最強の痛手が来たんじゃないですかね。ガーシーからの暴露が相次いでいる綾野剛について報じ、フライデーデジタルが報じた。まあなんか言ってましたね。フライデーデジタルもやってたな。綾野剛のやばさみたいな。綾野剛は最近、ガーシーから数々の女性芸能人との関係や酒癖の悪さを暴露されているが、フライデーも過去に様々な現場を目撃してきた。フライデーによると綾野に関しては、2011年戸田恵梨香とのデートをスクープしたほか、これまで数え切れないほど泥酔現場を目撃してきたのだとか、その極めつけ14年の出来事である日、彼を追っていると突然、路上で立ち小便をし始めたそうだ。その後見られてると気配を感じた綾乃は、記者の運転席をノックし、何見てんだよ、てめえと、怒鳴ってきたとのこと。そう、それで、なんか凄んじゃってるから酔っ払って、泥酔してね。フライデーですって言ったら逃げてったってましたね。なんかね。綾乃が立ち小便騒動といえば、2015年に東京スポーツから高級クラブ出禁事件を報じて話題になった。事件によると綾乃は店内でいきなりテーブルの上に立ち、オリャーと豪快に小便をぶちまけた。これはやばいっすね。これに同席していた山下智久、ヤマピーも、ゴー、何してんだと、唖然としていたようだ。まあ、そうなりますよね。本当ですか？これやべえな。こいつは。そんなやりたい放題の綾野に対して、今警戒する声を上げているのが、ある人気女優のファンだったという、ファンたちだという。これね、綾野剛は2020年ドラマ、恋は続けよどこまでもの放送直後、主演を務めた上白石萌音のインスタグラムに、めちゃくちゃ燃えましたと、視聴者として興奮コメントを書き込んだことがあるんです。これによって一部では、綾野は上白石萌音がお気に入りという噂が広まることになったと。とはいえ、当時、綾野の酒癖や、女癖の悪さはマスコミ一部のゴシップ好きにしか知られてなかったため、いつかモネちゃんと共演してほしいといった声も上がっていた。ああ、怖かったね、それはね。しかし現在、今最も影響力のあるガーシーが、綾野剛に関する不穏な暴露を繰り返していることで、ファン内でもうモネちゃんに近づかないでほしいと警戒する声も飛び交っています。これね、別にモネちゃん、上白石萌音ちゃんに対して綾野剛さんが何の接触もないにしてもですよ。今、綾野剛さんにちょっとでも関わるとっていうんですか、名前挙げただけでもやばい状態なんじゃないですかね、と思うんですよ。ねえ、綾野剛さんが萌音ちゃんの名前を言わないでほしいなっていうところですよね。それだけでももうイメージ悪くなるっていうようなイメージになっちゃってるんですよ。綾野と上白石は現在のところ直接的な共演はない。しかし今や売れっ子俳優同士でいつ共演しても、共演が実現してもおかしくないとのファンは心配してるよ。いや、これ多分ね、多分ですけど、僕が思うにね、東方芸能はね、させないと思いますよ、もう。綾野さんと。どうなんだろう。綾野剛さんと浜辺美波さんってありそうですよね、共演ね。あったのかな、見てみよう。ああ、そうなんだ。アジンね。これ、たけるくんが出てるやつじゃないですか。ああ、そうなんだ。ここはやばいですね、アジンね。佐藤健、城田優も出てるね。浜辺美波。そうなんだ。ここ山田裕貴くんも出たんだ、これ。綾野剛さん。これなんかガーシーのね、ネタになる人たちの集まりですね。ただ、ガーシー千葉雄大くんは知らないって言ってました。浜辺美波ちゃんはなんかあるって言ってたんですよね。まあでもこれ2017年ですからね。今だったら、多分、させないんじゃないですか。たったこれだけの話ね。こいつ見てね。ただ別に、綾野剛さんこいつを見て、ああ、いいドラマだなと思って、多分シラフだと思うんですよ、この時は。ちゃんと敬語でね、めっちゃ燃えましたっていう、普通のね、コメントをしてるってことは、シラフで見てたんでしょうから。まあ、あと、モネちゃんが好きだっていうよりは、タケルくんとも知り合いだろうからね。同じ共演してるし、飲み会でも一緒になることもあるんじゃないですか。見てて。コメントも入れたんでしょ、モネちゃんに。でも、それ自体もね、今の綾野さんになっちゃうとね、やばいんですよね。やばすぎると思いますよ。女癖と、酒癖と。まあ、一番僕は衝撃的だったのは、未成年っていうのもあれですけど、やっぱこじるりですよね。こじるりをタクシーに無理やり乗せて、そのまま連れ去ろうとして こじるりが危険だと思って途中で逃げたって、あの話は一番ショッキングでしたけどね。本当であればね。
本当であればですよ。まあ、ガーシーの話がどこまで本当かどうかわかんないですけど、やりそうだから怖いんですよね。やりそうじゃないですか。まあだからしそうだなぁなんて思ったりするんで、もしモネちゃんもね、モネちゃんもお酒好きじゃないですか。で、綾野剛さんの飲み会なんかでね、誘われてね、無理やりタクシーに入れられてね、連れ去られるなんてことを想像しただけでも恐ろしくてしょうがないですよ。でかいですからね、綾野さんね。モネちゃんちっちゃいですからね。まあ本当に、東方芸能さんお願いしますって僕は言いたいです。絶対モネちゃん一人でね、そういうところに飲み会に行かせないでほしいです。橋本環奈ちゃんは一人で行ったりするみたいですけどね、付き合いがいいとか言ってて。まあだからそういうのあるからね、橋本環奈ちゃんのガーシーのネタに今、これからなるでしょうから。そうならないようにモネちゃんはね、ガードしてほしいですね。浜辺美波ちゃんはね、ガードしてたんですけど、ガードしなくなってから、まあああいうスキャンダルも出てるんでしょうから、まあガードしてほしいです。上白石姉妹は。東方芸能さん、本当によろしくお願いします。と、僕からも、多分ファンの皆さんもそうでしょうけど、ガードしておいてくださいと。あのイメージを壊さないでくださいとお願いをしたいですよ。な感じです。